ーブはすごい全身は使うと思うんですけど、やっぱり下半身下のためがないと、あのスピンサーブは下から上に伸び上がってあの打つサーブなので、下半身のためがある程度ないと回転もあのボールもしっかり上がっていかないので、まあ、上半身はもちろんなんですけど、下半身からのパワーっていうのは大切かなと思いますね。あとはあの振り抜く方向ですね。あのスライスとかあのフラットサーブは、まあ、ある程度正面を多少向いちゃっても打てるんですけど、スピンサーブは持ち上げなきゃいけないので、その分しっかり横向きを作って振り抜くっていうのを意識して練習してました。スピンサーブは、他のサーブに比べて少し打点を落として打つ分、下半身の筋力が必要になってきます。打つときにスタンスを取って前に打ちたいんですけど、前に体重が行き過ぎてしまうと下から上に振り上げにくくなってしまうために、なるべく少し均等に体重を乗せて上げることによって下から上にラケットが振りやすくなるので、少しその体重移動も意識しながらやってみましょう。では実際に打ってみます。では実際に私がやっていた練習法を少し紹介したいと思います。まず分かりやすくするためにこのように縦にラインを置きます。で最初は皆さんは少しターゲットを広くしてみましょう。広い方が狙いやすいですね。でだんだんレベルアップしていくと少しずつこのラインを内側に狭くターゲットをしてみましょう。まずはこのように少し広いターゲットを作ってこのエリアを狙って打ってみましょう。では実際にやってみます。サーブを練習し始めた頃、まあ、だいぶ慣れてきた頃はその大体20センチ幅ぐらいのゾーン、あの的ではなくてゾーンですねを作って、そこに3球連続とかで入るまで打つっていう練習はしました。いや全然入らなくて、もう普通に3時間とかひたすらサーブその練習だけをしたっていう記憶はすごくあります。はい、20センチっていうとやっぱり結構狭いので、あの、まあ、全然もう50センチとか、あの全然広い分にはまずは最初は広い部分でもあの大体同じところに打てるようになるっていうのはすごい大事だと思うので、その幅は多少全然広くてもいいと思います。まあサーブ練習始めますってボール2球3球持ってバンバン打つ方は結構いらっしゃると思うんですけど、あのご自分で、まあ、たとえゾーンとか的がなくても自分でじゃあセンターワイドっていう風にしっかり狙ってコースを狙って打つだけでも全然その
試合とかでも使えるようなサーブが打てるようになってくるかと思うので、それは普段皆さんから皆さんが普段の練習で意識してできることだと思うので、それはぜひ試してやってほしいなと思います。